はい、こんにちは、影丸です。今日もまたまたスジャータさんの、今日は10種類の野菜のスープの動画レポートです。これはつぶつぶ食いりということですね。楽しみです。それではまず原材料名の方なんですけれども、野菜類の方が結構多いですね。玉ねぎの右側、なんて読むか分かりませんすいません。スイートコーン、人参、かぼちゃ、キャベツ、トマト、赤ピーマン、セロリ、いっぱい入ってますね。それからカロリーの方なんですけれども、100g あたり47キロカロリーということです。こっちにそうですね、野菜スープの特徴が書いてあるみたいなんですけれども、玉ねぎ、じゃがいもをはじめとした野菜をすりつぶし、牛乳製品でまろやかに仕上げたクリームタイプのスープです。あとはそうですね、特に書いてないんで特徴の方ですよね。それでは、今日は温めて飲んでみたいと思います。はい、こちらの方が中身の方になります。つぶつぶが少し見えると思うんですけれども、何のつぶつぶなんでしょうね。色合い的にはそうですね、昨日のコーンポタージュによく似た色合いですよね。クリーミー感たっぷりという感じで。それではいただいてみたいと思います。はい、美味しいです。実はこれ5テイク目6テイク目あたりなんですけれども、最初満タンに入ってて、感想をいろいろ取り直してるんですが、まず電子レンジで温めてます。噛んでしまいました。で、昨日のコーンポタージュもぬくめると結構美味しかったですね。で、コーンポタージュじゃなくて、すいません、野菜スープのお味なんですけれども、なんか隠し味的にそうですね、昔ちょっと興味でつまみ食いしたマギブイヨンみたいな感じの隠し味的なものが感じられるんですけれども、多分玉ねぎでしょうか。で、他かぼちゃとか赤ピーマン、セロリとか入っているということなんですけれども、野菜臭さは全くないです。で、クリーミーでコクがあって、そうですね、美味しいです。かなりいいんじゃないでしょうか。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。